2分2ラウンドで行われます。お互いスネパッドをつけています。それから大きなグローブもつけています。石川さん、とにかく長坂がリアムにチャレンジする戦いも、はい、これ当然見たかったですけれどもね。そうですね、4連続 KO 勝利中というところの、ね、勢いのまんまの挑戦でしたから ね、 ね、そうですね。でこの挑発振り乱して襲いかかる姿、中島選手、はい、6勝 6KO で4連勝というのは本当に見るべきところ、ね、そうですね。僕も逆に勉強になりますよね、こういうテコンドーの選手の蹴りっていうのは。あ、そうですか。いろいろ取り入れたりなどは中島チャンピオンはするんですか。そうですね、僕はやっぱこう綺麗な戦い方とか技で見せたいんで。そうですか、はい、テコンドー参考になりますか。いや、すごいですね、絶対ああいうのをやられたら僕避けれないと思います。そうですか。まあ、峰代さん、うん、そのテコンドーは足のボクシングなんていうふうにも言われていますけれども、うんうん、青いグローブの長髪の長坂がその全日本大会2回優勝している選手なんですね、はい、ですからちょっと戦いぶり注目していただきたいんですが、うん、はい、早いですよね。ですね、手数が多いっていうんですか、そうですね、まあ、足数もそのうち多くなると思います、はい。まあ、そのジムの先輩ですね、大井はこれ髪の毛を金髪に染め上げています。ですから石川さん、大岩が立ち上がってくれました。そうですね、大岩選手はもうね、あの身にまとうものもスターの会議を身につけてきましたので、ちょっとこれで、ね、これだけ掘れてね、出てきてくれるだけで、はい、会場が明るくなりますよね、はい、そうですね。わあ、この辺りの攻防、本当に中島選手、ここのところエキシビションって言ってももう武尊選手がまずそうですけれどもね、はい、もうこれ通常の試合と同じぐらい仕上げてきたりってありますもんね。そうですよね、やっぱエキシビションっていうとちょっとこうお互い見合う場面とか多いと思うんですけど、はい、しっかりなんか打ち合ってて、僕ちょっと言葉が止まっちゃいます。うわ、言ってしまいますかね、こういうところ。あ、まあ、共にパンチにはパンチ、こうするように、うわ、蹴りには蹴り、ミドルキックできました。長坂桃への蹴り、パンチパンチからローキック。まあ、ちょっと変則的に大岩がこれ前に出てまいります。このトップファイターであるスピンキック、おー、顔面。大岩選手ともね、全然もうレベルが、はい、均衡してますよね。さすが挑戦者、ウェイトももう全く違いますけれどもね、はい。まあ、大岩選手はスーパーフェザーによる60キロリミット、55キロリミット、スーパーバンタム級がこちらの長坂選手です。まあ、エキシビションマッチ勝敗決着はなしという戦いなんですけれども、皆さんそういう戦いっていうのは見たことはありますか。はい、あります。はい、これどうでしたか。とても素敵などのあたりが、あの回し蹴りというんですか、はい、上手に入ってらっしゃいましたね。これも顔面捉えていくかのようですね。 ね、しっかりと。中島選手の目にはどう映ったんですか。そうですね、やっぱあの近い距離で後ろ回しを綺麗に蹴りつつかつ当てるっていうのはすごい技術ですね。やっぱ本番の試合で、まあ、多分本人もやりたかった技だと思うんです。あれ距離は小さい、短いんですね。そうですね、やっぱパンチの距離だったんで、はい。まあ、あれで回れるのが石川さん長坂だなという気もしますよね。そうですね、もう元々の実績がありますから、ね、はい。でこれが最終ラウンドとなります。こうやってステップを大きくして長坂前に出てきます。まあ、先輩だからといってという攻撃も見せてくれました。こうなるとエキシビションですが、美奈代さん、本当にどこまで2人何をやってくれるかなんていうのもちょっと期待しちゃうんですよね。しちゃいますね。もしかしてエキシビションって見たのってタケル選手だったりします、ではなく、あ、そうだったかもしれません。ですか、K1 で。あ、はい、はい、まあ、あれも本当に激しかったですもんね。ですね、まあ、郡司泰斗選手とのエキシビションありましたね、うん。パンチで詰めてくる長坂、まあ、これを見てからその後首を振っています大岩。左ミドルキック、パンチから右ミドル、左ミドル長坂、もう一発、スピード速い。いや、中島選手がもうほとんど瞬きしてません。すいません。いえいえ。あご。でこいってことですね。ガードはしてます。石川さん、ちょっとこれ後輩のパンチ強いのかなって、はい、感じましたかね。うわー、これだー。これが長坂リーダーなんですよね。まあ、ですね、今まではずっとキックボクシングの距離感で戦ってたんですよね。鉄、はい、鉄い、この野郎と。
全敗だぞという声聞こえてきそう。パリングに上がれば関係なしと、大岩の回転から左ちょこんと当てました。マウスピース見せて前に出ています長坂。いやすごい峰代さん、野生児、はい、野生児でしょうです ねごめんなさい、私も見入ってしまいました。わかります。あと20秒、リラ選手髪を伸ばしたことによって野生児が増してますね。増しましたね。確かに。わあ、キングコング VS なんでしょうね、野生のテコンドー。うわー、かわさない、俺にも打ってこい、いやガードするじゃないかと右思い切り放った。すごい。ここで戦い終了です。いや放送席の皆さんも拍手を思わず送っています。あ、石川さんどうでしたか。いや、やっぱ長坂選手見たかったですね。ねえ、ファンタジスタが、それをちゃんとね、はい、予告編になるような、はい、非常にね、本番のタイトルマッチにあの横編になるような素晴らしいエキシビジョンでしたね。なるほどね、はい、そういう風に次につなげるってことになるんですね。そうですね、はい。さあ、まず大岩選手から一言。はじめに大岩達也選手からお願いいたします。はい、どうも、K1 の鎖色大岩達也です。まあ、今日このような形で、まあ、急遽エキシビジョンになったんですけど、まあ、呼んでいただいて、まあ、急遽にもかかわらず応援に駆けつけてくれた、みんなに本当に感謝してますし、 K1 の皆さんにも感謝してます。まあ、リラと決まった時は本当にマジか、エキシビやるんかと思って、リラ本当に変則的で強いし蹴り技がすごいし、まあ、1ラウンドちょっとハイもらったんですけど、あれも見えない攻撃とかめちゃくちゃあって、クレストの中で一番戦いたくない相手と1週間前に決まってマジかって思ったんですけど、まあ、でも今日やってちょっと足りないなっていうところが発見しました。僕鎖をやめたの知ってる人何人かいるか分からないんですけど、やめたんですよ。で次の後継者をずっと探してて見当たらなかったんで、今日誰ですか。そう、リラ選手しかいないんです。なんで今日リラに鎖を受け継いでもらおうかなと思ってここにやってきました。リラ受け継いでくれ、お願いします。いや、いらないっす、大丈夫っす。はい、全然いらないっす。もらわないんですね。ですね。ちょっと鎖欲しい方、欲しい方でも戦える方ですよ。受け継いでくれる方は DM 待ってるんで、いや、あげはしないです。戦える方に連絡待ってるんで、応援お願いします。はい、ありがとうございました。最後にちょっとこんなんじゃ僕ふざけた男みたいになるんで、次僕本当に K1 のベルト、今の K1 のレオナ選手持ってますけど、僕前回の試合記憶飛んだんで覚えてないんで、負けだと思ってないんで、本当にいち早くリベンジするんで、応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは続きまして、長坂リラ選手お願いいたします。こんばんは、長坂リラです。達也さんの後ちょっとやりにくいんですけど、ちょっと自分は真面目な話させてもらいます。まずこのタイトルマッチを楽しみにしてくださってた皆様、こういう結果になってしまって本当に申し訳なかったです。正直、まあ、率直に言わせてもらうと本当プロ失格だと思ってますし、相手選手本当に俺から言わせてもらうと覚悟足りないなと思うんで、早く拳直してもらって自分がチャンピオンを食って K1 ネクストは俺が引っ張っていこうと思ってるんで、はい、皆さん応援よろしくお願いします。あと本当1週間前ぐらいに達也さんとのエキシビジョン決まったんですけど、本当快く引き受けてくれた達也さんにも本当感謝とリスペクトを送りたいと思います。ありがとうございます。この後、
自分の先輩のクレストの、東本久樹選手が試合するんで、みんな、応援の ほどよろしくお願いします。ありがとうございました。それではこれよりフォトセッションに移ります。さあ皆さん、はい、ちょっと釣れない後輩ではありましたが、鎖の銃はありませんでしたが、ね、思いというのは伝わったんじゃないでしょうか。戦いが伝わってますね。逆に私が鎖もらってもよかったかな。あれそうか、これ言ったらアクションあるかも。出なきゃいけないですか。いやこの後ってことになりますがね。中島選手、はい、本当にそれだけここまでかけてきたわけですがね。そうですね、リラ選手はすごいやっぱ悔しい、負けるとかもそうですけどやっぱ悔しいと思いますね。この後の戦いっていうことがまたさらにある意味解き放たれてっていうのは、石川さん、長坂リラのこの後のキャリアですよね。そうですね、はい、ちょっとね、ちょっと未来、ちょっと先の未来に持ち越しになっちゃいましたけどね、はい、はい、楽しみです ね、はい、期待しましょう。